はい、どうもゴリスポです。皆様お疲れ様でございます。今日はエリミネーターで、元ブログをやろうとしたんですが、まさかの電池切れ、こちら全然こう映せなかったという。元ブログができるようにちゃんとマイクとか差し込めるように、こっちの方これ穴開けてやったんですけど、まさかの撮れなかったと。でここは今日は高尾さん、この間自分と遊びに来てくれた高尾さんと道の駅下野に来てます。チームゴリスポ、はいはい、高尾さん、はい、で、でチームゴリスポの場所、ここにやっぱり決定しようと思います。まだ日にちは確実に決められないんですが、道の駅下野、はい、今日は本当は元ブログやりたかったんですけど、はい、無駄にアクセルありがとうございます。あれですね、エリミタンタイヤツルツルでした。よくよく本当に結構自分は2号機を源助に渡すときはいろんな、新品タイヤとか入れたんですけど、源助はゴリちゃん自分でやってねって渡されたときに自分でやってねって言われました。自分でやります。はい、今日は高尾さんなんか喋ったと思うんで、高尾さんのチャンネルの方で、なんか見ていただければと思います。そして、自分はこれからケバブを食べたいと思います。それが目的でもあります。はい、失礼します。はい、お願いします。はい、入ってるかな。はい、入ってます。はい、じゃあケバブの、ミックスケバブサンド、はい、中辛でお願いします。はい、今から、ケバブを食べたいと思います。はい、いいですか。大丈夫。あ、でも撮っていいんじゃあれかな。ここに切ってます。今店員さん撮影 OK って許可が出たんで。美味しそうですね、このお肉。はい、そしてものすごい店員さんイケメンです。めちゃめちゃイケメンです。もうこれだけでも本当美味しそうですね。これ楽しみです。はい、これですね、自分が頼んだのはミックスケバブサンド、700円です。はい、道の駅下野。じゃあいいですか。原の、はい、原のケバブ、ちゃんと今度は映せてます。前回は、甘口だったんで、自分は本当は中辛が良かったんで、でもケイちゃんが甘口って言っちゃったんで、本当にこれは中辛です。はい、食べてみたいと思います。絶品です。ここのケバブは絶品です。ごめん、ここに来たら必ずケバブを食べたいと思います。あと道の駅下野にありましたドクターペッパー、自動販売機売ってたんでちょっと飲みます。ミックスがおすすめかもしれないです、自分の中では。美味しい。はい、どうも。はい、じゃあ停止ボタンを押す。はい、赤いのはと赤いの一回押し、ちょっとごめん、じゃあ押して、赤いの解除。はい、高尾さんとデーラーに来ました。いつも美味しいコーヒーを、入れてもらいました。あ、これ逆の方がいいですね。これですね、くまちゃん自分の。はい、じゃあすいません、今セールやってますね。どこどこ店とははっきりは言いません。ただセールやってて 20% と 30% オフ、こうになってくるとなんか買わなきゃって思っちゃいますよね、絶対に。で一応今店員さんのおすすめで帽子いいんじゃないかって、はい、でおすすめはこれでした。であれ 20% ですね。はい、新しいもんが 20%。 そうですね、新商品 20% 引き、はい、で前のやつが 30% みたいな感じですね。 T シャツとかもあるんでいろいろちょっと見てみました。はい、でこれ勧められたんで今月いっぱいまでやってるっていうんで、ゲットしようと思います。はい、あと何かおすすめってあります？アドリブに弱い。そうですね。なんかこの辺がおすすめですみたいな。あ、でも
この辺新しく入ってきたシップ、これがそう、こちらも、はい、大変お得になってますね、はい、新しいやつなんで 20% オフって感じですね、はいはい、でも自分にメッシュみたいな、こういうああいうのもあるんね。そうですね、あのライダーライダーの着るようなやつ、はい、ちゃんとしたやつ、あ映んない、あでもこれ値段結構いいんでしょ、2万と2万7000円ですね。2万7000円で 20% オフ、はい、買うなら今だって感じですね、はいはい、ベルトとかもあるんだ。ベルト結構なかなかするでしょ、やっぱりベルトも1万あそんなにいく、あでも革ですからね、はい、1万500円ですね、はい、1万500円、で 20% だから約、8000円ぐらい、はい、はい、こんな感じです。いろいろあります。そう、いっぱいいろんなもの売ってますね、さすがにデーラー、はい、あとちょっと意外なものをちょっと紹介します。これ実は自分も持ってるんですけど、じゃじゃん、ハーレーランタンです。これ昔、あいなくなっちゃった、はい、これ昔あれだよね、なんかいっぱい買うとなんかプレゼントで、そうですね、5、6年前にそうこれ靴買って5万円以上とかでプレゼントしたものですね。そうこれがいいんですよ。まあ自分はヤフオクでゲットしたんですけど、確か5000円かなんかで自分はゲットしました、ハーレーランタン、このライトみたいな感じ、はい、そんな感じで、なんか無理やりですけどすいません、失礼します、はい、ありがとうございました、はい。